44分の1スケール RGM89 時間は1988年3月にメーカー希望小売価格500円で発売されました。機動戦士ガンダム学習のシャアに登場した事務系モビルスーツの発展型機体をキット化しました。ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属します。指が稼働します。もも、すね、頭部はビス止め式です。サイドアーマーが独立稼働します。バックタップのスラスターが稼働します。この機体じゃ無理だよ。下がれ。
この機体は伊達じゃないんだ。ここからはいつもの走路です。フロントアーマーやリアアーマーがなく、膝ロールと股関節を引き出すことによって足は大きく稼働します。そしていつものことですが、ポリキャップがむき出しですね。肘可動はシリーズの特徴なのか、いつものように前方に曲がりません。リ・ガフィ同様、ビームライフルがペラペラです。144/1 スケール AMS-119 ギガ動画は、1988年3月にメーカー希望小売価格700円で発売されました。機動戦士ガンダム学習のシャア登場のネオジオン軍反応量産型モビルスーツのキット化です。すね、道具にキスを使用。右肩部シールドは稼働します。シールドは左前腕部へ装着可能。中折れ機構を再現しており、付属のスツルムハウスと4本の内面で収納可能です。ビームソードは部分がリアアーマーでマウント可能です。ビームマシンガンは一貫停止モード指揮官能の2種付属します。武装もビームアックス、ビームピックなども付属します。見せてもらおうか、モビルスーツの性能とやらを。
だ終わらんよ。ここからはいつもの想像です。シリーズでの欠点だった肘関節がちゃんと解消されています。足首はつま先、かかとがそれぞれ可動式で嬉しいですね。付属武器がとにかく豊富でプレイバリューが広がって良いですね。頭部の小隊長アンテナは一般兵器にする場合には切り落とさないといけないので、頭部をもう一つつけて欲しかったですね。144分の1スケール MSN03 ヤクト動画クエスカラヤ専用機は1988年4月にメーカー希望小売価格800円で発売されました。機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場したネオジオン軍のニュータイプ専用モビルスーツのうちクエスカラヤの専用機とされたモデルをヒット化。ビームガトリングガン、ビームアサルトライフル、ビームサーベル、シールドが付属。指は可動式、前腕、もの、胴にピストメ機構を使用。用具アーマーは全て独立可動。両肩のシールドは可動式で、ロッキーのハンネルは着脱が可能。
この機体は伊達じゃないんだ。ここからはいつもの想像です。イメージのカラーバリエーションキットですが、どうか書くながらビーム、ガトリングガンが付属するのは嬉しいですね。キットは長所も短所もイメージそのままです。ビーム、ガトリングガンは自重に負けて垂れ下がってしまいます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。